よし。はい、皆さん、こんにちは。今回はまあ、アプリ実況ですけど、携帯で、まあ、上のインターネット経由っていうのは、まあ、パソコンとなんで気にせずに。で、今回、プレイするアプリは、イチローくんの日曜日ロボットバトルシミュレーションかな？なんかそんな感じの題名だったはず。そう、まあ、とりあえず、ね、説明するよりやっていきましょう。こんにちは、僕の名前は一郎。ただの天才だよ。自己紹介がすごい。今から天才の僕が天才じゃない君にゲームの説明をするよ。そういう上から突っかかってくる感じなのかな。実は今日僕の作ったレーダーを見ていたんだけど、すごい天才だな。何やら危険な生物がこの星を侵略しようとやってきているみたいなんだ。だからロボットを作って戦おうと思ってるんだ。そして君にも手伝ってほしい。わかりました。ロボットを作るためには部品が必要なんだよ。早速拾いに行こう。拾うの？左下の回収ボタンを押してね。これ？部品をタッチするかスワイプで回収することができると。なるほど。オッケー、部品を全部回収できたね。時間が経つとまた部品が現れるから、時間が経ったらまた来よう。組み立てるんだ。体、足のパーツを作ることができる。あ、なるほど。頭と体と足を。OK。すげえ。敵と戦いに行こうって。いきなりだな。戦いのことはとにかく連打。わかりました。右下の戦うボタンを押すと戦いが始まるよ。早速戦いに行こう。ん？連打すればいいの？これは。これは辛くね。あ、3本指でやると早いけど負けるくね、これ。嘘でしょ。嘘でしょ。残念、負けちゃったけど大丈夫。なるほど。ほう。ちなみに今日は日曜日、明日から学校があるから、今日中にぜひよと。ああ、ゲームの中で。びっくりさせるの。さあ、たくさんの部品を集めてロボットを作って敵を倒そう。オッケー、チュートリアルはこれで終わりかな。あ、部品あるぞ、また。部品が足りない。足りない。部品めちゃめちゃ集めなきゃダメじゃない、これもしかして。とりあえず部品集まるまでじゃあ待っとくか。さあ、戻ってきましたよ。戻ってきました。今、部品回収できんじゃない？おお、あるわ、いっぱい。これで22個。3個なんだけどね。出現までってちゃんと出てくれてるわ。よし、あと1個取って胴体完成かな。 OK、 作りに行こう。あとは足だよね。部品がリアル。ナットとかボルトとか。じゃあ一回切りましょうか。じゃあ、一郎君様子を見に行きましょう。24だ。じゃああと1個でもう出撃できんじゃない？ OK。行きましょう。今回は負けないからな。いけ。オッケー。勝った。そこ音小さい。しまってな、音あげるわ。
一郎君は見事に敵を退し、何事もなかったかのように平和な月曜日が訪れた。よかったぞ。がしかし次の日曜日。まだ来るの？また新たな敵が現れたようだ。ロボットを作って倒しに行こう。うおぉ。まただ。あ、でもこっちでも作れんだ。なるほどね。なんだこれ。あ、プラス10個とかもう、一気に行くじゃん。お、すげえ。こんな一気に行って逆に、あ、でも、頭はじゃあこれにするか。頭はこれにしよう。バラバラで行こう、バラバラで。おお、すげえ。プラス10個とかすごいな。あ、30個。頭と足はこれにして、ほんで胴体だけ青にするか。よし。回収もできるかな。お、できるわ、全然。お、パーツだらけじゃん。すげえ。127個、137個。あれもう胴体作れるんだね。来た。すげえ。見た目がすげえ。やってやる。敵の形やばくね。これは、やばいですわ。なるほどね。こうやって、敵はまあ、何回も挑んだりして。で、これ多分、進んでいったら、いろいろ組み合わせができるのかな、今みたいに。面白いね、なかなか。じゃあ、これもまあ、進めていこうか。進めていこうかっていうか。まあ、動画ではここまでだけど、いろいろ進んでいって、まあ、ツイッターとかでは、今こんな感じって、まあ、上に出てるし、やったりしようかな。じゃあ、皆さんもぜひやってみてください。さようなら。